おはようございます。今日は10月15日金曜日、時間は9時50分ぐらいかな。天気はご覧のようにまあいい天気ですね。雲はちょっとありますけど晴れ予報です。ちょっとね雲が多くて富士山は見えません。現在西伊豆スカイラインを走行中です。今日は平地でも最高気温が25度ぐらいかな。朝晩ね結構寒くなりましたけど、まだねメッシュで走っております。少し肌寒い、下行けばちょうどいいと思うんですけどね。西伊豆スカイラインどのくらいだろう、20度ぐらいかな。今日もねどこへ行くわけでもございませんけど、どんまりの方へお昼を食べに行きたいと思います。平日のサービスランチがですね、毎週 LINE がね結構来るんですけど、今週はどこさんだったかな、ウクライナさんだったかな、なんだかねちょっと豪華なサーロインステーキっていうのが来てたんで、それをぜひ食べたいなと思って向かっております。特にこれといった話題もないんですけども、まあバイクの話しましょうか。各社なのかな、フルモデルチェンジしたバイクとか結構ありますけども、今ね自分が欲しいバイクのお話、欲しいだけですよ、買えませんよそれとあれですね、今なんていうの、中古市場なんかバイクがものすごく高いらしいですよね。中古が新車ぐらいの値段するんでしょ。このバイクもねある程度の値段で売れればね買い替えたいんだけど、そもそもあのバイクの種類あんまり知りませんからね。あとそれと自分あれですからね、そんなにものすごく大好きってほどバイク好きじゃないですからね結構ツイッターなんか見てると、まあ今週なんかね明日明後日土日天気悪いんですよね。土日休みの方多いと思いますけど、土日がね悪天候とかになると、あの週間予報かなんかでね鬱になっちゃう人とかね結構いますよね。俺ねそこまでねバイク乗りたくないからバイクなくても全然平気ですから。まあそんな程度の人が良さそうだというバイクね、これはいいっていうバイク、まあ一番ねもうねダントツにね、あの自分が今ねこれはいいと思ってるのは、あの正式名称は分かりませんけどヤマハのトレーサーね。トレーサーなんていうんだろうね、今トレーサー900、トレーサー9なんていうか分かんないけど、トレーサーこれが一番見た目よしバランスよしじゃないですか、間違いなく。ロンツーも楽そうだし、バイクのね重量も軽そうだし、死角がない感じがする。デザインも初代からあの熟成されてねさらに良くなったと思うんだよね。トレーサーいいね、いっぱい箱つけてもねしっくりくるしね、もうダントツにトレーサーですね。まあそれが1位。次は何だろうな、もう次で迷っちゃうんですけど、まだね売ってないかもしれません、スズキの GSX-S1000 のカウル付き GT っていうのかな。なんかスズキにしては珍しいバイク、あれ忍者じゃんっつったらねもう終わっちゃうんですけど、そんな感じのバイク、まあツアラーって感じですよね。ネイキッドの方がねちょっとまあストファイって感じだけど、なんかそのカウル付きの方は結構なんか全然違うバイクに見えるんですけどね。もうパニアもありきって感じのデザインで、それも良さそうですね。なんかもうそういうねロンツー前提で考えちゃうんですけど、まだ発表だけで出てないと思うんですけど、まあ良さそうですね。それでまあスズキだからねいろいろついて値段も安くてっていうねお得感があるバイクだとは思うんですよね。それが2番目かな、欲しいバイクのね。次なんだろうな、
東京のねゾウさんって方時々走りますけど、その方が乗っておられる BM の、これもあんまり名前知らないんですけど F900 っていうのかな、これもいいですね。自分なんつうかな、新しいもん好きでいろいろついてるのが好きなんですよいろいろね使わないけど、まあトレイサーがいなかったらそれが一番欲しいかもしれませんね。やっぱトレーサーとかと比べると重さがとかね、やっぱなんか BM っていうとね自分的には敷居が高い感じがするんですよね。まあでもかっこいいですよね。うん、だいたいそのぐらいかな、今欲しいな、かっこいいなというね感じのバイク。まあ GSX-S1000 のねそのネイキッドの方もいいんですけど、ただやっぱりなんだろうな、メーターがすごくね見にくいとか、そういうねなんつうかな、不具合と言い切れない不具合というか、そういうのがねやっぱり初期型ってあるんだよね。だからね自分あんまりね新しいもの好きだけど初期型はあんまり好きじゃないんですよそういうのがあるから、自分が最初に買ったバイク GSR400 とかね、その後買ったバイク NC700 とかね、そういうのもね結構初期型を買ってそういう不具合があったんで、どうも嫌なんですよ初期型。完全なる欠陥とかだったらね交換してもらえるんだけど、うん、人による不具合というかね、そういう微妙な不具合ってあるんですよね。新しいもん好きだけど初期型は嫌だ、でもやっぱりね新しいもん好きだから初期型に乗るしかないとかね、そんな感じかな。まあ、とりあえず、うん、今いいなと思って欲しいバイクを上げてみました。あとね、まあ、これはね個人的な好みなんですけど、自分結構ね好き嫌いが激しいのね。だからまあこれは本当に個人的な好みだけで言うんですけど、ああこれはやっちゃったなっていう感じのバイク、ヤマハの09かな、07もそうなのかな、顔がね多分受け付けない人多いんじゃないかな。顔やっぱりね顔が大事なんですよね。やっぱもうヘッドライトももう LED がね当たり前になって、差別化も図らなきゃならないし、デザインもね難しいと思うんだけど、どうなのかな。まあ最近のヤマハのネイキッドね、みんな言う感じだよね、ちょっとなんかサイバーな感じですけど、自分がおじさんなのかもしれませんけど、このね Z900RS だってそうですよね。結局はLED だからライトなんか小さくできるんでしょうけど、昔ながらのね丸めのヘッドライトな感じにしてありますけど、その方がしっくりやっぱ来るんだよな。ちょっとねそこで写真など撮ってみました。この辺寒いと思うんだけど牛は平気なのかな。まあ話なんか途中になりましたけど、ちょっと最近のヤマハの MTK の一つ目小僧みたいなね、ちょっと顔がいまいち受け付けないなという感じかな。ヤマハとスズキの話をして、ホンダは特に出してないか。まあ川崎も平常運転かな。うん、そもそも俺川崎あんまり好きじゃないから川崎どうも好きじゃない、乗ってるけどねまあ今ねかっこいいと思ってて欲しいというバイクはそんな感じなんですけど、まあ買わないけど、実際自分が乗るならツアラーとかね、あんまりね実際あんまりいらないと思うんですよ。乗るのに欲しいバイク今ね、自分のスタイル的にはあれかな、ホンダの GB350S かなんかも出たのかな、ちょっとわかんないけど、あの辺いいかなと思っております。全くね乗ったことない系統のバイクですけど、まあとことこ走るにはいいんじゃないでしょうか。あとまあそれ系としては XSR155 ね、これも結構
出てから経ってますけど、 XSR125 も出たのかな。どうせ乗るなら125の方がねいいのかな、維持費的にその辺のがいいのかな。ネオレトロ、このバイクもそうなのかな、ネオレトロね。あとはもうね、まあもう最近皆さん乗ってらっしゃる株ね、株系、まあどの株がいいっていうのもないんですけど、まあハンター株ね売れてますよね。まあ自分なんかハンター株もクロス株もあんまりね見分けつかないんだけど、株ねいいかなと。株がね結構高いからね、 KLX とナビ110ってどうなんだろう、二足三門かな。これ処分してね、2台処分して株が買えるならね処分しますよ。まあてな感じでしょうか。もう最近そのかっこいいなというバイクと実際乗るだなっていうねバイクをお話してみました。とりあえずボンマーリに急ぎましょう。